ああ、ごめん。僕らもお弁当にしようか。こっちが君のお弁当だよ。ああ、一緒にランチですか？かわいいでしょ。泳ぎが下手な動物のオーダーが来たから、ふわふわの生き物を作ってるんだ。下手だからふわふわ？泳ぐのが上手な生き物は丸くてツルツルでしょ。あ、つまりイルカとは真逆な方向にしてるんですね。そういうこと。それによく水に入る子は水面で呼吸が楽なように鼻を上の方にしてあげることが多いんだけど、この子の鼻は小さくて顔の正面にある。陸の動物の特徴を残しているんだよ。それで何を食べるの？今のところ雑食だよ。カエルとか虫とか穀物とか。カエルとか。泳ぐのは下手だから魚は取れないね。おう、ウニ食べてみる？あ！おお、君ウニの味がわかるか。ホタテは？アワビは？イカは？よしよし、いい子だ。ちょっとちょっと、やめてよ木村くん。この子泳ぎが下手なんだよ。見てよこの可愛い肉球を。美味しい海産物が取れるのは寒い海でしょ。肉球から体温が逃げちゃうよ。寒々だよ。だから君のご飯はこっち。まったく、海産物好きになったらどうしてくれるの。あ、なかったことにした。